どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。このヨタ話部分、嫌いな人もおるみたいやな。まあ、本編とは関係ないからね。私的には、略語における枕みたいなのもので、本編のレビューと少し関係のあるヨタ話をしてから本編に入るのが好きなんだよね。全然、関係のない話しとる時もあるけどな。前回のコシアンかつぶあんかって話で自分語りとか言われるとは思ってなかったけど、どっちが好きかって話もできない、そんな世の中。そんなわけで、今日のレビューはこちら、女子楽だよ。何年前の作品？10年前だよ。まさか、女子楽10周年記念とは。それ絡みなのか、先日、女子楽が10周年記念のイベントを行うことを発表したんだ。はい、そんなに大ヒットしたって作品でもないのにな。でも、みんなの心には残り続けてる、それが女子楽なんだ。どんな作品やっけ？原作は漫画で、原作はさよなら絶望先生で、有名な久米田浩二によるもので、作画はヤスさんが手掛けてるんだ。ヤスさんはトラドラの挿絵とか、迷い猫オーバーランの挿絵とかでおなじみやな。うん、そしてアニメはガールズ&パンツァーの水嶋努さんが監督してる。すごい組み合わせや。この3人の奇跡の組み合わせが、この作品の絶妙なバランスを生んでると言えるんだ。どういうこと？この作品、タイトルから察せる通り、略語化のアニメではあるんだ。ではある。略語の要素はおまけ程度でしかない。略語アニメとは言えるかは微妙なところで、各エピソードの前に各キャラによる略語から始まるんだ。でも全部やるわけじゃなく、オチの少し前から始まって、オチを言って彼女たちの楽屋に移る。略語自体が本編の枕になっとるんか。この作品はいわゆる楽屋話を扱ってるんだ。芸人が講座や舞台に上がって話すほどでもない、あくまでも楽屋での他愛のない話、5人の女子落語家による楽屋トークが主体なんだ。それって面白いんか？外に出ることもあるけど、基本的には楽屋の中で完結する5人の女子キャラクターたちがあーでもないこうでもないと話す。萌えアニメなん？いや、そこは久米田浩二の名に恥じぬ毒のある日常会話がギャグになってるんだ。あ、すごくギリギリの会話なんだよね。何せ1話の楽屋での第一声はこれなんだ。漫画は漫画として読めばいい、なんでアニメにするのか。すごくめたい。メタネタなんて当たり前、バラネタ、時事ネタ、なんのその、あらゆる方面に刃を抜ける久米田浩二節全開で描かれてるんだ。実質さよなら絶望先生なのでは？描かれてる内容自体はさよなら絶望先生と変わらない部分がある。でもこの作品は角度が違う。角度？このアニメは女の子の可愛さをお楽しみいただくため、邪魔にならない程度の差し障りのない会話をお楽しみいただく番組です。そんなナレーションがこの作品には入るんだ。なるほど、あくまでも女の子の可愛さを楽しむアニメなんやな。全然違うよ。ええ、確かに5人のキャラデザはすごく可愛らしいんだ。たまにお出かけするときは衣装も髪型も違って、水着姿やお風呂シーン、裸なんてのもバンバン出てくる。萌えアニメなのでは？その可愛さがあるからこそ毒づいたネタが際立つんだ。5人しか出ないメインキャラクターたち、そんなメインキャラがしっかりとした立ち位置できちんと掘り下げられることで、キャラの可愛さを楽しみつつ毒のあるネタを楽しめる。ほう。例えばこんな会話が繰り広げられるんだ。山ではヤッホーと叫ぶのが定番だけど、海で叫ぶのは何がいいかと。なんやろ。会話の結果、彼女たちは返せという言葉が最適なのではと結論付けるんだ。どういうことや？例えば日本海側の北の方を向けば返せ、人をと叫べる。北、人を返す、あーかーあーあー。日本地図と矢印を映しながら、ありとあらゆる方向に彼女たちは叫ぶんだ。返せ、技術を返せ、海底資源を返せ、領土を。あかんあかんあかん、危ない。可愛くて萌えアニメに出てきそうな女の子たちがそんなことを叫ぶ、この作品はそういうアニメなんです。さすがは久米田先生、毒がありすぎるやろ。1話ごとに3つのエピソードで略語家の少女たち5人が他愛もない話をするんだ。他愛もない話やないやろ、他愛がありすぎるわ。この作品は本当にそれだけとも言えるんだ。例えば恋愛要素や略語家として悩むとかそういうのは一切ない。どうでもいい話にネタを織り交ぜつつ会話し、毒づく。その毒が怖いんよ。さよなら絶望先生のネタ自体が嫌いな方はこの作品も苦手だと思う。でもこの作品はさよなら絶望先生と比べてみることで面白さが際立つんだ。それが角度の違いやと？うん、さよなら絶望先生はシャフトが手掛けてて、いい意味でも悪い意味でも癖の強さがすごい。せやな。でもあの癖の強さがええんよ。でもこの作品は JC スタッフが手掛けてる癖のない作画と見やすい演出、5人の可愛らしい女の子がメインキャラだからこそさよなら絶望先生より癖がない。なるほど、確かに角度がちゃうかもしれへんな。ギャップみたいなものが効いとるというか。5人の女子落語家のキャラが立ってるんだよね。すごく自然な会話劇がテンポよく繰り広げられてて、
この娘たちが脚本家や原作者の頭の中での会話じゃなく、本当にこういう会話をしているかもしれないという妙な自然さがあるんだ。キャラクターたちが生き生きしとるんやな。ただ序盤こそ毒は控えめなんだ。返せとか言うとるのに。中盤くらいになるともうここで言うのははばかられるほどの毒づいたネタの数々がどんどんと描かれる。例えば執拗に繰り返されるエビゾーネタやディズニーランド、歯を抜くって話から原子力関連の危ないネタまで扱ってる。やばいやばいやばい。見てるうちにそのネタは危ないって見てる側が叫びそうなほどギリギリなんだよね。そんなギリギリのネタを可愛いキャラが言うからこそ余計にギャップが効いてる。やばいアニメやな。5人のキャラも心に闇を抱えていたり腹黒だったり、話が進めば進むほどキャラが掘り下げられることで魅力も深まるんだ。その中でマリーさんの小気味良いツッコミが素晴らしいんだ。つまんねえこと聞くなよというお約束とも言えるツッコミ、5人によるボケだらけの会話劇に締まりが生まれてるんだ。お約束ネタなんやな。ブラックジョークのきつさをこの作品は可愛い女の子で濁してる。まあ濁しきれてない部分もあるけど。くさ。水島努さんの演出も素晴らしいんだよね。ただ可愛い女の子を描くわけじゃないんだ。本来ならただの会話劇、そんな会話劇を盛り立てる演出の数々。ほ、例えば原作では略語を彼女たちはやらない、でもアニメでは枕として数秒描いてたり、頻繁なカット割りが会話劇の面白さを際立ててる。さすがやな。クレヨンしんちゃんの映画を手掛けてきた彼だからこそのギャグの描き方なんだよね。キャラのツッコミやリアクションをやや過剰に描くことでそれが笑いにつながってる。水島努監督やからこそなんやな。水着や風呂とか裸のシーンも多いんだけど、それも別にセクシーってわけじゃないんだ。可愛いキャラが脱いでるのにエロくならないギャグになる、この絶妙なバランスは本当に素晴らしいんだ。奇跡のバランスやな。一歩間違えば毒が強すぎる、一歩間違えば萌えアニメになる、その一歩を踏み間違えない絶妙なバランスがこの作品にはあるんだ。はい、なんか聞いとれた。すごいわ。声優さんも素晴らしいんだよね。ギャグアニメって意外と演技力がいるんだ。だかがギャグアニメされどギャグアニメやな。叫ぶ演技やテンションの高い演技って演技力がバレやすい。中途半端な演技力しかない声優さんが演じたらこの作品のギャグは一気に冷めちゃう。手厳しい。でもこの作品の配役は絶妙なんだ。南條佳乃さんや後藤沙織さんなど実力も経験もある声優さんを落ち着くのあるキャラに配役してる。後藤さんの声好きやわ。そして残りの3人に新人を起用してるんだ。桜彩音さんや山本のぞみさんや小岩井小鳥さん。あやねるがまだ新人だった頃なんか感慨深いは。新人だけどきちんと演技のできる3人、そして中堅の2人、この5人の配役が可愛らしさと毒のあるギャグによる笑いと萌えを同居させることでこの作品はできてるんだ。ほんまに一歩間違えば瓦解しそうなバランスでできとるんやな。ハイテンションに描かれる1クールなんだけど、ラストはどこかしっとりしてて印象に残るんだ。どんなラストなん？それはぜひ本編でお確かめください。気になる。この作品10年ぶりくらいに見返したけど、10年経っても面白かったんだよ。そら10年前も面白い作品ならそうやろ。いや私はちょっと懸念してたんだよね。久米田先生のネタって時事ネタも多いから10年後とかに笑えるのかなって。ああ当時のニュースとか話題を盛り込んどる部分があるからな。でも10年経っても別にそれが気にならなかったのは今回見返して再発見したんだ。エビゾーネタも逆に今だからこそ笑えるというか。今はええパパやもんな。聖地巡礼と題してメインキャラたちがあの場所で灰皿テキーラ時に行こうとしたりとか、もう当時そのネタをやったことの凄さもあるけど、10年経つとより笑いが深まる感じがあったよ。今通じるエビゾーの灰皿テキーラネタではまた次回。じゃん。